お待たせいたしました。本日は第2期往来戦ベスト8 A 卓3回戦の模様をお届けしてまいります。司会実況の大和です。そして解説は魚谷由美プロです。魚谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。対局会場の準備は整っているようです。さあ、それでは参りましょう。往来戦ベスト8 A 卓3回戦当杯の開始です。立ち合いに吉田忠の合図で3回戦が開始されました。まずは並びから見ていきたいと思います。ちーちゃから岡田、なんちゃに安藤、しゃーちゃに藤田、てーちゃに一ノ瀬の並び。今日の一曲ドラはなんです。さあ、大谷さん、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、いよいよ3回戦なんですけれども、はい、はい、まあ、この往来戦トーナメント戦ということなんですけれども、トーナメント戦はやっぱり3回戦あたりからちょっと普段の麻雀と変わってくるところとかあるんじゃないですか。はい、そうですね、条件がやっぱり各自それぞれあるので、うん、はい、それに合わせた、はい、立ち回りっていうのも出てくるかなと思います。ちなみに現状のポイントでは何かありますか、はい、特筆すべきところ。まあ、一ノ瀬さんが、はい、まあでもそんなにまだ大きく離れてるわけじゃないので、まず一ノ瀬さんはその、うん、かわしに行く曲もあると思いますし、うん、岡田さんはここから沈むとちょっと最終戦が苦しいかなっていうところなので、まあ、チャンスはなるべく手放さないようにしたいかなっていうのはあると思います、うんうんうん、なるほど。あとはこの人が攻めてきたらあんまり行かない方がいいとか、うんうん、この人が攻めてきたら行き時みたいなのとかも、はい、やっぱトーナメントってありますよね。まあ、行き時というか、うん、岡田さんはやっぱりその2番手争いになんとか食い込みたいので、まあ、安藤さんとかとは戦いたいと思うんですけど、はいはいはい、逆に言うとその、はい、トーナメントで上位を走ってる3人とかは、はいはい、ラス目とは戦いたくないと思うかもしれないですね。うん、そうですよね、はい、うん、まあ、そこら辺の、ね、駆け引きなんかもぜひ、ね、注目していきたいと思いますが、さあ、岡田にドラが重なりましたよ。ドラは何です。そしてこちらは安藤、藤田の手配はこちらです。7、8、9の3色なんかも見えます。こちら一ノ瀬は単品系まとまればいいでしょうか。岡田さんはやっぱりこう親番はもうできる限り大事にしていきたいですよね、はい、なるほど。しかも今回ドラドラですからね。チャンスですね。はい、チャンスです。さあ、藤田の手にもドラが1枚あります。一ノ瀬もドラの難が1枚あります。こういった場面っていうのはやっぱりその場のスピードっていうのは、はい、ドラが1枚あるとちょっとお荷物になってしまう。そうですね、ドラの切り時が難しくなりますよね。ここら辺もやっぱり数こなしていかないとっていうところありますよね。そうですね、まあ、最終的にドラ短期とかも想定に入ったりしますよね、うんうん、そうですよね、はい、さあ、藤田が割と形はまとまってきてますね。一ノ瀬さんが一番切りやすい手ですか。単ヤオでまとまってるので、もう一手進んだら切っても良さそうですね、うんうん、さあ、安藤はドラがありませんが、ただ手配はまだちょっとバラバラといったところでしょうか。うん、これでもうすごくいいですね。これでかなり盤石になってきましたね。盤石ですね。いや、岡田さんはね、何重なってるとは手が苦しい。そうなんですよね、うん、ちょっともうちょっとこのスッスッスッと手が進んでくればいいんですけれども、今日はなかなかその難しいですよね、こう簡単に進む手が来ないというか、うんうん、ここで切りますか。はい、はい、さあ、いい射点。これはやっぱりその全体的にこう危険信号に感じるというか、うんうん、特にあかり隊は岡田さんにとっては、うん、この前向きに来られちゃうと嫌ですよね。嫌ですよね、うん、なんかドラがあることで、はい、このスピード殺し、ね、うん、遅くなってほしいなって思ってるけど、切られちゃうと ね、 そうですね、あ、もう終わっちゃうのみたいな。そうですね、まあ、テンパイかイーシャンテンぐらいには見えますよね、見えますよね。手から酸素が溢れる。これでももうテンパイに見えてもおかしくないですもんね。そうですね。さあ、どうなるのか。岡田の親番です。藤田はまだドラを1枚持っています。藤田さんは重ねたいですよね。重ねたいですよね。さあ、吐く。これでより安全な牌にしました。安藤はチートイツでしょうかね。イーシャンテンまで来ました。さあ、一ノ瀬テンパイ入らない。一ノ瀬もうこれは、はい、ゴロチがあるか、残さなかったですね、はい、仕掛けとかどうなんですか。
曲を進めるっていう、はい、もう順目は終盤なんで仕掛けてもいいと思うんですけど、はいはい、まあ、手格好的にはこのメンタンピン系っていうのは仕掛けにくいですよね、はい、どこで折り合いつけるかですかね、はい、さあどうだ、うん、なんかこの有効杯なんだけど ね、 そうすね、なんかこのすっきりしないというか、まあ、岡田さんはそろそろ形式転廃も視野に入れないと厳しそうです ね、 ですね、形がちょっとやっぱり悪いので、うーん厳しい。対して一ノ瀬は非常にいい形、さあもう岡田仕掛けていかないとちょっと順目が少なくなってきた。安藤はチードイツイーシャンテン、藤田はもう対応気味、どうだ。いやーこれテンパイ苦しいな、苦しいですね本当に。なんでですかね、なんでですかねって言われてもしょうがないんですけど、ちょっとなかなかツモとね噛み合わなかったですよね。まあ、とはいえまだまあここで決まるわけじゃない、ね、しかも絶点とはいえ薄いが行く、リーチに行く、サブローピンめちゃめちゃ薄かったんで、はい、こっち入ったら結構いいですね。そうですね、さあ先制というかここもう終盤ですが、リーチに行ったのは一ノ瀬です、強気ですよね、はい、スチーソウウソ、わーっとビシッと積もってきた、大きい一ノ瀬の上がり、メンタンピン積も1300、2600の上がりです。まあ、まだ勝ち確定じゃないよと、もうちょっと稼ぐ必要があるよと、とはいえ結構いいところまで、そうですね、終盤だったので、はいはい、やめてミスる選手も多そうですけど、はい、こう強気のリーチで勝ち取りました、緩めないっていうのがね、なんかこの対局にかける思いが伝わってきます。でも大事ですよね、やっぱり緩めちゃうとそこの、はい、そこが隙になって、はい、なんか勝ち負けするかもしれないってとこまで行っちゃうことありますもんね、まあ、しかもこの3回戦じゃなくて4回戦に繋がったりとかも ね、 ねありますからね。さあ曲は進んでトン2曲です。親番は安藤、ドラはスーマンです。おっとチートイーシャンテンで今ドラを引いてきて、さあ見事に2回戦では藤田倍満を積もってトップまで駆け上がった藤田、ドラも2枚いるし、はい、テンパりたいですね、テンパりたい、これはもうチートイに照準を絞りましたか、ほぼ絞ってますね、はい、うん、さあ岡田はチュンが統一、安藤です。さあここはトンを切っていく、うん、リャンピンよしと見たか、まあリャンピンの情報は分かんないんですけど、はい、まあ、ダブトンなんで、そうなんですよね、あまりトンが良くないってことでしょうね、うん、やっぱ自敗の中でもその連風杯と呼ばれる、ああただ天敗だ、闇天、そうですね、まあホロリが狙える杯ではないんですけど、うんうんうん、まあリーチしても難しいですね、数万短期って難しいんですよね、難しいですよね、チートイツの中で、はい、あのドラ短期でもやっぱ端っこの方ってねリーチしやすくないですか、うん、しやすいしやすいです、はい、でも真ん中ど真ん中って難しいですよね、うん、難しいです、なんかね、うん、早い、しかも10面も早いとみんな分かんないから結構突っ込んでくるじゃないですか、そうですね、その時弱いじゃないですか、はい、あでもこれ出ちゃうよ、出ちゃう、なんとここは本一に寄せていった一ノ瀬からチートイドラドラ6400の上がりは藤田です。いやこれはリーチ打ってたら出ない牌ですよね、出ないですね、まあ、こういうこともありますよね、いやあの本一とかにした人とかから、うーん早ければやっぱり落ち着いて見えます藤田、さあ気持ちよく上がって迎えた親番です。藤田ドラは嘘トン三角、非常に早い展開、あの私の勝手な見解なんですけど、はいはい、チートイトラドラって、はい、なんか5巡目6巡目ぐらいが一番上がれる気がします、うん、あのドラ短期じゃなくても、うんうんうん、なんていうかあんまり警戒されてない巡目じゃないですか、だからそのなんていうか他の人が、うんうん、まあ、どんな牌でも打ってくるじゃないですけど、うんうん、そうですね、はい、確かに一番その
気持ちが自分の手ばっかりに集中しやすいのが 4,5 巡目あたりかもしれないですね、うん、ビーチが入ってないとやっぱり警戒しづらいですよね、うん、しづらいですよね。そこのちょっと隙を狙った闇天でしたね、うん、もうだって一ノ瀬もマンズの多発をドラから切りましたもんね。そうですね、もう先にっていうイメージだったんですけど、うん、そうもう先じゃなかったっていう感じですもんね。そう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 、いや見事な見事な上がり。さあ藤田総勢で一面つできています。こちらは一ノ瀬、まあ、でもね一ノ瀬さんもこういうやっぱり事故があったりするんでさっきのリーチして上がったことが大事ですね。よかったですよね、よかった、うん、本当によかったですね、うん、さあ手配的にはどうでしょうか。7、8、9の3色が見えるぞ。これで打点的にも折り合いがついてきた親番の藤田。対して一ノ瀬はまだ総勢で一面つ、両面ができたのは岡田。なんかでも岡田さんってずっとこう苦しめ、苦しめ、なんかこうスカッとしない感じですよね。そう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 、実はドラを引いた。とはいえやっぱり、うん、もう経験はたくさんしてると思うので、うんまあ、焦ったりして変なことになるってことはないかなと。ないですよね。ただ勝負どころの3回戦って思ってるでしょうね、うん、岡田さんとしても、うんうんうん、どっかでね自分の時間一回作りたいですよね、うん、そうですね。ここでやっぱり沈んで終わっちゃうと、うんはい、なんか結構厳しい条件の最終戦になってしまうので、うんうんうん、まあそんな、ね、トップとは言わなくてもなんとかその、はいまあ、今2着目だと安藤さんとの点差を少しでも狭めて終わりたいですね、うんうんうん、さあどうなるか。一ノ瀬こちら岡田です。そうなんです、ここら辺までは整うんですよ最後のここからが長いんですよ。あと上がりまで結びつかないですね、転敗したとしてもなかなかスカッとしたいですよね。スカッと、やっぱり他の3社もしっかりと手組みをしているので、はいはい、隙がないっていう意味でちょっとその、はい、岡田さんに今隙が向いてないって感じですかね。さあ3層あんこだ、もうこれいいじゃん。あっ七八九ではない。ない。形重視ってことですか。はい。おお、なるほど。親番なのでってことですかね。さあ藤田の面白い選択、ここはどうなるのか。急走切りとかは一般的ですけど ね。そうですね。もしくはパーマン切るとか。ね、ただここはもうピンズいらないと。うん、さあ気持ちいい。さあこれはウッパーピン残り。これは。なんかさすがに上がれそうな感じしますけどね、はい、あの2回戦でもイスチーピンで上がったじゃないですか。上がりましたね。あれもなんかこう上がらされ出上がりだったじゃないですか。はいはいはい。なんか積もって上がりたいですよね。あとかってないですか。上がりの上がれれば出上がり関係ないですか。まあでも上がれた方がいいです、まあ、ですね、けどね。まあもちろん3900と5200、はい、収入が違いますけど、はい、うわ来た違いますけど、うん、まあまあまあいいでしょう、うん、出上がりでもいいですか、うん、さあ岡田、ま、納得の転敗系でリーチにはいけてるの で、うん、例えばねこれ親が来ちゃうじゃないですか。はいはい来ちゃいます、ね、それよりも上がり拾えた方がいいですね。そうですね絶対そうです、うん、さあウッパーピンはウーピンが手に3枚場に1枚でありません。パーピンが手に1枚で場に1枚で残り2枚山に残っていますが、親番の藤田ドラドラのイーシャンテンで追走。お、天杯単野を打ちやすいのは数万ですか。はい、一旦追走短期のこれ仮点ですね。はい、ローマンのワンチャンスでローマンが早いと。はい、さあ一ノ瀬もこれは出上がりできる形。さあ今2件天杯です。あ、パーピン掴んだ。これね、自分の手に入って出たかもしれないパーピンなんで。そうですね、ただチーピン早い。あ、ワンチャンスか、出ちゃうかな。これは勝負いくかな。順目が難しいとこやめたんですよ。あの、うん、前さっきもあったじゃないですか、はいはいはい、一回自分で選んだターツを、うんうん、ミスったらやめてたじゃないですか。なるほど、そこは感覚派の ねバランスかもしれない。そうですね、あ、これ論敗だなってもしかしたら直感的に思ったかもしれないです。すごいですね、パーピン出てもおかしくないですけど。おかしくないですよね。いや、こういうの止められちゃうから厳しいですよね。厳しいですよね。いや、落ち着きがある藤田。
まあ、ただ何もないと危ないんじゃないですか。危ないですかね。あでもパーワンとかなのかな。あ筋の G1 か。はい、ここは筋の G1。 さあ一ノ瀬は三層探検に変えました。裾通りましたからね、小層を押しやすくなりましたね、はい、さあこの三層はないです。でもこういうテンパイ量大事ですからね。大事です。いやここは腰の重いというか弾力のある麻雀を見せてくれました、うん、親番の藤田。一ノ瀬岡田の二人テンパイで流局です。いやこれも引けないかっていう感じなんですか。岡田さんの心境どうなんですかね。あんまり気にしないタイプですかね。うん、いやでもやっぱり勝負どころどっかでは上がりたいと思いますよね。さあ親番の連チャンに成功、失礼しました、流れて一本までですね。はい、一ノ瀬の親番になります。ドラは数層、4曲に移っています。まあ、やっぱりその落ち着いていたとしてもどこかで上がらないと勝ち上がりは厳しいので、そうなんですよね。まあ、どこかで決めたいと絶対思ってますよね、はい、加点しなきゃいけないんですよ麻雀はね、うん、さあハイパイは中ぐらいですかね。こちら岡田はまたここから丁寧に組み立てていくでしょう。安藤はペイが統一、ドラもありません。安藤さんもねしばらくずっと手が苦しいんですよね。ただ耐えてますよね。丁寧に打ってますよね、はい、うん、なんかこのどうしても俺がというか、うん、行きたくなっちゃうところなんかみんな今日は耐えてるなっていう風な、はい、なんというかすごいその麻雀をたくさん打ってきてるんだなっていうのが分かりますよね。分かりますよね、うん、やはりこの往来戦にかける思い4社ともあるでしょうからね、うん、日頃からのね稽古も非常に充実していると思われます。さあ一ノ瀬日頃の3色が見える。岡田さんも往来戦のタイトルももちろんですけど、はい、やっぱり女流王家、あれでも昇級して特別昇級はもうどうせ BB の次、いや入れ替え戦があって C2 を優勝したんで、はい、次 C1 なんですよ。なるほど。じゃあこれを優勝すると B リーグにはまず確定で上がれると。確定でいけるんで、はい、実力としてはねもう王か A を戦ってても全く遜色ないような実力の持ち主なので、ね、まあやっぱりそのチャンスというか、はい、上に上がれるチャンスには貪欲にいきたいと思ってますよね。さあ岡田丁寧にここは多発を選んでいく。ペンちゃんを払いました。3度3ピンを切る。さあこの換算ピンをチーしていったのは藤田。ここはなんか自在性というかチュンか3色かみたいなところですか。そうですね、なんかはい、仕掛けても全然おかしくないんですけど、今日初めて見せるような仕掛けですね、うん、そうですね、はい、なんかやっぱ実戦派なところ一面というか、うん、ね、ありますよね。さっきのオーラスの手組みもそうですけど、うん、柔軟なというか、ね、泣けない人も結構多そうな3品ですね、はいはい、さあ手が進んだ&イーシャンテン、うん、ただゴロチは残してウピはまだ切らない、はい、ここら辺はこの公式ルールならではといったところでしょうか、うん、あとは下茶がもしかしたらピンズの一色かもっていうふうにも見えるかなと。なるほど。なんか単用じゃなさそうですもんね、うん、役が。そうですね、確かに切り出しがちょっと中ちゃんぱいが多いんで7とかいっぱい来てますね。あドラが来た。さあどうだ、岡田は対応してる。岡田さんね手がちょっと苦しいんですよね、うん、これで渡れるぞ単用に。ペーペーですか。ゴロチがありますよ。はい、一ノ瀬もちょっとブレーキかかってますかね、うん、岡田さんのチューンは打たれなさそうですね。はい、なんで山層も結構薄い、うん、あでも山に2枚あるんですね、うんうんうん、あ違う1枚だ。そうですね、手牌の中には1枚場面に1枚とドラ表示牌、はい、そうですね。安藤対藤田といった一局になりそうですか。お止まってる。
地位、うん、地位か、そうですよね、しごろですからね、はい、うんうん、そこは連チャンを狙いに行く、もしくは上がりまでついてくればといったところ、ドラは数走なんでね、最高で単野を3色ドラ1なんて見えてきますね、はい、まあ、そんなに上がりにこだわってないと思うんですけどね、うん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 、まあ同金チーしてもそこまで上がれそうな手じゃないというか、うんうんうん、ただ数万はこれは一応ケアってことですかね、藤田ね、あの藤田さんから見ると一ノ瀬さんの手がまあちょっとその両面チーなんで、はいはいはい、まあ、自分の持ってるドラ以外のドラを持っててもおかしくないなっていうふうに見えるかもしれないですね、うんうんうん、さあ一ノ瀬はどうだ、さあ天板ない、いや安藤さんのロッピンもうないんですよね、ないんですよね、さあどうだ、これは全員の手になりそうかな、これで広がりましたけど数万嫌ですか、いきますか、うん、自分の手が価値あると、はい、さあ数万、私が打たなかった数万を安藤さんあなたは切ったのねと藤田が言っているかのような兆候が、うん、藤田さん切る牌ちょっとないですか、数万合わせるかもしれないですね、ああウーマンつもぎった、ただ下茶ケアですね、うん、相当ケアしてますね、うん、だって数万ね今だったら運転がないですからね、はいはい、うもう手も進ませたくないわよっていう意思は出てますよ ね、 すね、うん、いやなんかすごいな、うん、さあ天牌ウーピンかチーピン、これだと上がりがありますかね、ウーピンは手の中には、あ今のとこ順からですか、順からか、うん、まあでも一人テンパイ取れたら大きいですよ、大きいですよね、岡田は降りています、アンドハクは打てるか、打てる、うん、藤田もテンパイせず、さあトン4局は流局で安藤の一人テンパイです、安藤ここは嬉しい嬉しい、一人転廃の収入、公式ルールって一人転廃嬉しいですからね、嬉しいですよね、はい、1000オールですからね、はい、さあ3回戦難入です、難一局親番は岡田、日本馬です、さあ岡田にとってはここは一つ大事な大事な親番になるんじゃないでしょうか、大事ですね、うん、流したくないですね、流したくないですね、まあ、トンバもかなり耐えたトンバという印象ですが、持ち点26,900と、なんとか浮いて、なんかこのシャキッとしないというか、ロスはしてる、ゴロチとかになればっていう感じですか、そうですね、まあ幸いドラドラなのは仕上げれば高いですね、そうですね、もしかしたら結構細いその上がりへの道筋、岡田には見えているのか、まあ、最低ラスじゃなければ、うん、まあ、浮いて終われば、うん、まあ、最終戦トップ条件ぐらいにできると思うので、はいはいはい、そうですね、まあ、もう本当に最悪のケース、親が流れちゃってもまだチャンスは全然近いのであるかなっていう感じですね、はい、そうですね、はい、うん、岡田さんもこのハイパイを見たらそう思ってると思います、うんうんうん、まあ、もしかしたら親流れちゃうかもなと思えるハイパイかな、うんうんうん、さあどうだ、一ノ瀬は何が問いつ仕掛けて曲を進めていくか、あこれは嬉しいんじゃないでしょうか、まずは飛び道具と、そうですね、トンをゲットしたんですが仕掛けないと遅そうですもんね、そうですね、ただここはもう岡田さん、あ9番も泣かない、泣かない、泣いた泣いた泣いた、うん、これは圧ですね、プレッシャーだ、現状役はありませんがトンがなければ役がつきます、ドラさんをまず相手に見せる、うん、安藤さんもね、なんか今までだと切らなそうな Q1 でしたけどね、そうでしたね、手形的にもね、まあもうちょっと引っ張ってもなっていうようなところも、はい、これ一ノ瀬さんもね難しくなっちゃいましたね、そうですね、ペーチャですからね、あこれでジャン投候補、うん、関三番関ローストどっちがいいですか、まあ、場面は関三番なんですけど、はい、待ち変化を考えてば関ローストを、はい、お場面で場面であ、トンだ、安藤はトンはさすがにトン
はね打たないと思います、この手学校。あトンじゃあもう、そうなんですよ、藤田もそうなんですよ、藤田は相当警戒してるんで、あとは一ノ瀬さんがどこまで押すれるかって感じですか、ね、これは嬉しい変化、うん、サブローマンなら埋まりそうですね、はい、やっぱりちょっと9万からのポンなんで、うん、基本は役牌って考えますよね、はい、あ一ノ瀬頑張る、あ一ノ瀬さんこれ初も行ったから怖いですもんね、いやでもこれね岡田さんからするとめちゃめちゃ嫌ですよ、うん、だって降りてよって感じですもん、正直、ね、はい、あのもちろんトンがなければ一番ベストなんですけど、うん、第2の選択はこれは嫌だ、これはなんかこのいや厳しい、岡田にとって厳しい包囲網というか、でもこれは一ノ瀬さんがこう攻めてったのはお見事ですよね、はい、お見事ですよね、ちょっとだって親のドラポンですよ、そうですよね、勝つとか切りたくないじゃないですか、はい、わーっとただすうまくさばいた、さばき切ったのは一ノ瀬だ、気合入ってる一ノ瀬、何300、500は500、700の上がり、いやいい気合ですね、いや一ノ瀬もう私が行くからと言わんばかりの、まあ、今のは藤田さんとかもね結構その、うん、岡田さんの現物を切って、うん、一応さんどうぞ上がってくださいっていうのをやってて、うんうんうん、連携プレーでしたよね、連携でしたね、うん、いや岡田は厳しいね、まずキーポイントとなった親番を流してしまいました、うん、さあ現在のトータルポイントが出ています、はい、これ今現状はこうなんですけど、これ浮くと結構一気に、はい、景色変わるので、はい、岡田さんはまず浮きを目指したいですよね、そうですね、さあ安藤は第一打ドラ切りから行きましたね、うん、なんかこういう手形の時積極的ですよね、はい、ドラをもう先にバンと切る、うん、さあトン、何2局親番は安藤ですが第一打ドラ切りからの打ち出し、さあ岡田割とまとまっているハイパイではありますでしょうか、うん、ただ一ノ瀬さんが一番いいですかね今回は、そうですね、さあただ藤田も悪くないぞ、単品系だ、うん、いいですね、岡田、岡田さんは何を仕掛けるかどうか、そうですね、でも点数が今欲しかったので、うん、あの2差しの3色の可能性のリアンソーだけ残しました、はいはいはい、さあ藤田です、まあ、一局勝負そんなに嬉しくないからやっぱある程度打点作りますかね、何切りますね、はい、何泣かずに、はい、何切っていきますね、うん、ここは意思を感じる岡田の選択、はい、さあどうだ、いや一ノ瀬がな、これはいいですね、上がれ上がれと伸びてきますね、うん、ただねこう自分でもやっぱ手を殺してないというか、うん、そのトップ目だから守って手狭に構えたりしてないので、うん、あの手の伸びをすごいしっかり捉えてる感じですよね、うんうんうん、そうですね、うん、よくあのやっぱトーナメントとかでもポイント持って上に立ってこう逃げ切る方がやっぱ難しいとか、まあそう、その、ね、うん、まあ、まあそんなこともないと思うんですけど、はい、まあ、まあ、もちろん持ってると有利ですけれど、あのやり方が ね難しいってことですよ ね、うん、そのなんかちょっと気を抜いちゃうと、はい、なんかもうすぐそこにっていうパターンあるじゃないですか、やっぱり上に立ってる人の方が選択肢が多いからこそ、うん、そのなんだろう、まあちょっとなんていうか守備的な、うんうんうん、内面的にも守備的な打ち方だったりしますよね、うんうん、さあここは積極的な一ノ瀬の麻雀、岡田は岡田さんでもね、だいぶまとまりましたね。まとまってきましたね。なんか自分のこう意思を反映させた。そうですね。二差しになりそうだ。そうね、うん。親番の安藤です。安藤は無理しないか。ただ安藤さんも浮きたいですよね。浮きたいですよね。はい、そうですよね。あの最終戦勝負になりそうとはいえ、うん、まあ、いくらでも突き放しておけば、はい、かなり有利に戦えるので。さあ、一通含み。もちろん大物手で上がりきりたい、さあ一ノ瀬これは、はい、リアンゾーの受け入れも残した、そうですね、一番広く出たと、いやこれで単品は3色みたいな、そうですね、3万入ったら素のリーチでしょうね、はい、
さあ安藤がイーピンの缶です。さあリンシャンからはリャンマンを持ってきました。いたいてですねそこにいたのね、あなたと。さあ藤田、手形がいい。これは、そういきましたね。ドラを引いた。これで3色は見切った連想打ち。さあ藤田、いいシャンテン。さあ岡田が仕掛けてきましたよ。ドラを切ってウッパーピンのテンパイ。まあもう渋々って感じですかね。3万なくなっちゃいましたもんね。はい、まあ上がりますよね、出てもね。上がります、上がりますよね、はい。まああと2曲あるんで、そこまでに受ければいいかなと、はい、ね、さあ藤田はシャーが統一になる。一応ジャントーでこれでイーシャンテンに構えます。おー、テンパイだ。タンヤオのテンパイ、スッチーピン。スッチーピンもどうですかね、止まる人なんかみんな止まんなそうな。藤田がちょっと危ないか、スーピン。藤田さんね、テンパイしたら出そうですね。ローソー、一瞬止まったが、つもぎっていく。さあ、どうだ。ウッパーピン対スチーピン。千瀬さんは、この岡田さんが上がる分にもいいんですよね。うん、いいんですよね。打っても、はい、あの曲消化できるので、うん。しかもドラもいっぱい見えてますしね。はい、なので、止まる範囲はなさそうですかね。はい、これリーチ考えてます？考えてないですね。まあ、リーチは必要ないでしょうね。おそらく、おそらく、うん。さあ曲も終盤になってきました。藤田がイーシャンテン。安藤さんテンパらないかな、厳しいか。ただ積もったのは岡田。単野を300、500の上がり。さあまずは岡田一発上がって、あと2曲なんとか浮きまで持っていきたいきっかけになる上がりとなるか。曲は進んで、なん3曲親番は藤田、ドラローソーです。トップまで近いですからね、岡田さんも。そうですね、はい、すぐ1回手入れば、うん、1000、2000ぐらいで。そうですよね、ほぼなわけですね。さあ藤田のハイパイは6万が4枚見えます。他がどうだ。平は2枚ですかね。うん、うん、うんって感じですね。うんって感じですさあそしてこちら一ノ瀬。一ノ瀬はいいんですよね、岡田。うん、とりあえずは一面完成。第一打9層から。おう、おいいです。いいですね、急になんか、うん、景色変わりますね。はい、では仕掛けない。岡田さんの裏で、はい、安藤さんも結構苦しいです。ずっとね、苦しいですね、はい、なかなか。おお、これは本一ですね。完するかしないか、はい、6万は孤立杯と見るもよし。そうですね、5万チーマンとか持ってきたら、ね、くっついたら嬉しいですよね。嬉しいし強いですよね。うん、うん、いやなんか藤田またなんかこれはかっこいいね、羽マン級とか、ね、そうですね、面前で仕上がっちゃったら。ただペイ1枚、はい、この2枚目は泣くでしょ。泣きましたね、はい、泣いてまずイーピン切って、はい、ここからですね、はい。さあこのおたかぜのペイポンっていうのは三者からどう見えますか。あんま本一かなって感じですかね。火薬配下ですけど、まだちょっと判定しづらいかなと。して配的にもう一個ぐらい泣けそうですか。もう一個ぐらい泣けそうかもしれないです。なるほど。さあシャアももう一回スルーしてるんですね。一ノ瀬ウーピン切り、ただ白は二山ですよ。はい、安藤も苦しい展開が続いている。むしろよく耐えている方か。安藤さんね、なんか全然手が入らなくて、うん、ほぼ原点ですからね、うん、なんかもうちょっと点数減っててもおかしくないですよね、はい。さあ岡田も手形差し子の3色まで仕上がれば高打点も見える。一気にトップまで行きたい、うん、岡田さん相当いいですよね、今までから考えて。いい、はい、そ
ここに立ちはだかるのは親番の藤田、うん、ただ藤田さんにも上がらせたくないですからね。そうですね、難しいところ、はい、そうなんですよ。岡田もね、ここ今日はここからってところです。本当にここが大事ですね。ここを仕上げたいんですよ岡田も。ちょっとね、このモータにも気持ちが伝わってきます。さあチュンダ、あ、孤立したリャンマンをここで話す。さあ手からリャンマン、進行具合はターチャにどう見えるか。さあ45だ、まず一歩前進、先に数万打つか。打ちましたね。リャンマン切っておくことによって、はい、うわリーチだ、わーっと強気ですね。ドラ積極的ですね。ただ、はい、やっぱここが勝負どころって思ってますよね、安藤さんも。大谷さん、はい、4山す、あ、1枚入った、なんとなんと4山でした、リーチ打った時点で。いやでも岡田さんもこれ、こんな降りれないですよ。降りれないですよね、はい、多分降りたことないって言いそうですねサブロッソ持ってきてもロッソと振り返られるけど、はい、って感じですね。はい、さあ来た来た来た、さあサブローマン、ローマンは貫通、貫通だ、はい、あでも高めしかない、高めしかない、しかも3万2枚でもドラは3枚、ドラカンちゃんの方が多い。いやここは勝負どころだ、勝負どころですね、はい、どっちも大事ですね、うん、どっちにも大事。あ、気合入ってる、安藤さんの積もったらトップ目ですもん。そうです、うん、そうです。いや気合入ってる、藤田は丁寧にいく。岡田さんなんてもうね、強一の勝負どころですよね。強一ですよ、強一絶対上がりたい。いいシャンテンに受けれる、くるくる回れるか、あ回らない、ここはスッとやめた、うん、9万も1万も危ないです、ね、危ないです、危ないです。どうだ、あーっと積もったかと思った、ちょっと違いましたね、はい、ああ1個流れた、2対2、2対2か、ああまた流れた、これ2対1、一気に形勢逆転か。さあ高めしかないぞ岡田、跳ねまんしかない、跳ねまんしかない、跳ね曲がったらもう本当分かんないですよ、誰が勝つか。はい、ここでさあ面単品3色確定してます。6万はここに4枚あるからです。いやでもちょっと視聴者立場で言うと1回全員集合みたいですね。全員集合みたい、岡田さんが上がって、どうなるのっていう、はいはいはい、さあ意地を見せるか、ない単品だ、まあ、とはいえ、はい、出る牌じゃなさそうですね。そうですね、数層ローソーもある、1もあるよ。さあ終盤に差し掛かってなくなった、なくなった、わあ2対0だ、3万もなくなった、1枚あと1枚、1対0、1対0、つながってない、うーん、うわあ1本足りない、どうだ、いや2万でした、まだ3万、まだある、まだある。いやこれ藤田大丈夫ですか、関して安全牌探しします、まあ、金は9じゃないですか、6じゃなくて、はい、パーマは1、2、3枚、あ、リャンマンじゃないですか、筋で、あ、そっか、リャンマン今通ってるんだ、うん、まあでもローマン関するか迷ったんですかね。そうですね、はい、背底を安藤さんの消せると、うわ気合入ってた、あ、いるよ、3万、どうだ、あ、いなかった、痛み分け、うん、ただこれね、はい、誰がトップかもわからないです、ね、もうわかんないです、3回戦、はい、得点的にはほぼ横並びで3回戦オーラスを迎えます。岡田安藤の2人転敗でした。非常に白熱しためくり合いでした。さあ3回戦オーラスです。親番は現在ポイントでもトータルトップ目の一ノ瀬、すごい、ほぼみんな専門店、はい、すごいですね、真っ平らですね、すごい、上がった、本当上がった人がトップ、はい、1000点でも上がれば供託が2300落ちてますから、はい、ね、上がってるのトップですよね、ね、うん、しかもなんか誰か振り込んじゃったりして変に一人沈みみたいな、うん、ありますね、食らったパターンは嫌ですね。でも一人沈みになりにくい、なりにくいですよ、岡田さんが、あ、そっか、大丈夫ですね、二人沈みしてるんで、はい、ちょっとこの競ってる時は馬もね、うん、いや大事ですよ、今大きくのしかかってきますよね、
浮き沈みも馬も相当大きいですよ。大きいですよね、うん、よく公式ルールってやっぱ素点大事やねとかってみんな喋ってるじゃないですか、はい、あ、そうですね、これぐらい、これもうやばいですね。ここはもう1000点大事です ね、 ね、しかもトーナメントですからね、はい、いや、安藤が総図まとまっています。こちらは藤田、まあ、一ノ瀬さんはポイント的に有利なんでいいんですけど、はい、この上がり競争ってなった時に、はい、上がっても一人だけ終われないので、はいはいはい、その局終了しないので一番不利ですよね。あ、こうなるとちょっとだけ急走痛いか。でも2ピン切りますか。ですよね、急走もう一回泣けるかもしれない。うーん、急走なんか痛いですね、これ痛いですね、うん、一通系もあったけど。そうですね、あ、天敗だったのね、急走あると。リアンソーで、あ、本当だ。いや、でも泣きますね、もう一回急走は出たら泣きそうですよね、はい、うーん、リャンピンとウーピンを残したってことか。まあドラがスーピンですかね、スーピンだからってことですけど、ちょっとこれ痛かったですね。うん、さあ他三者どうか。岡田も悪くはない。藤田はただまだメンツがそこまで、一ノ瀬は、うん、まあ、本一に行きながらっていうところ、うん、ちょっと安藤さんのこれが他の誰かにチャンス与えることにならないといいですね、はい、うん、さあ現在6巡目、藤田両面ができる形は良くなってきている。パウーピン短期だ。はい、ウーピン短期ですね。パーワンポンですね、はい、まあ、上がればいいですからね、はい。一ノ瀬のウーピン大丈夫ですか。大丈夫じゃないですね。大丈夫じゃない、大丈夫はないって。ただ街が変わるので、はいはいはい、あのおそらくウーピン対比嫌だと思うので、はい、ああ、はい、変えますね。なのでただこれだと、そうですね、まだもっと変えますよね、もっと変えるんですよね、はい、ただこれいい街に何にしたいんですか。ランファーストとかにしたいんですか。そうですか、うん、なんかね、いや、パスぐらいしかない。ああ、来た、これ超チャンス。いや、これ、あーね、イースチーピン。イースチーピンですよね。藤田が上がっちゃうのか、トップまで。いや、しかも数ピン積もったら高い。高いです、高いです。単品。積もった。あー、補充だ。ここは藤田の上がりになる。安藤から藤田への補充。安藤、ピンク、ドライチ。2000は2300の上がり、うん、大きい、大きな大きな上がりです。さあ以上をもちまして3回戦が終了しました。トップから藤田、そして2着に一ノ瀬、3着に岡田、4着に安藤の並びで終了しております。はい、引き続き4回戦です。